AMC 企画第4回目、本日ご出演いただくのは安藤邦武さん、そして宇野木はじめさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしく、はい、ソニーはご承知のように1946年5月に東京、当時は東京通信工業ということでスタートしたわけですけども、その当時は伊深さんを中心とする技術屋さんの集まりでした。でその東京通信工業が、1950年に、テープレコーダー、そして55年にトランジスタラジオ、その後続々とですねマイクロテレビですとか、トリニトロンカラーテレビですとか開発していったわけですけども、その商品を全世界に、販売していくにあたってその中心となって活躍されたのが森田明夫さんでした。で今日は、宇野木さんをお迎えして、宇野木さんからボリスさんが実際にどのように世界の、販売チャンネルを構築していったのか、そして特にアメリカの販売体制をどのように構築したかについてお話を聞いていきたいと思います。宇野木さんはですね、実は私にとっても大先輩で、特に1960年代70年代にアメリカでソニーの商品を売りまくったというですね、セールスにおいては天才と言われた人で、我々にとっては大変な人なんですけども、今日は、特に宇野木さんから直接ソニーアメリカの創世期の話についていろいろとお話を伺っていきたいと思っています。宇野木さんよろしくお願いします。まず最初にですね、宇野木さんはどういう経緯でソニーという会社に入社されて、そしてニューヨークに赴任されてアメリカのその商品を売ることになってたんですか？これちょっと長くなるかもしれないけど、実はね、僕の親父と関係があるんだよね。はいはい。で親父はね、三井銀行に勤めててね、三井銀行の五反田支店長をしてたんですよ。それは戦後の焼け野原の頃ね。で僕はまあ大学学生だった。でその頃、金を貸す人もないし、なかなかないもんだから、ソニーのね、伊深さんと森さんが唯一じゃないけど、もう一番大事なお客さんだった、はいはい、で年間年中こうやってるうちに非常に仲良くなったんですな、それで、すっかり惚れ込んじゃってね、いやー森田さんと伊深さんは素晴らしい人だとこう言ってるわけ、うん、はいはい、でソニーのっていう会社東通行って言ったんだよね。そうですよ、東京通信工業、はい、あれもそのうちに大きくなるぜってうち の, 母親と飯を食いながら話をしてるわけで、僕はまあ親父が商売の話してね、晩飯の時それやるのはまあ別にあれじゃないけど、聞くでもなし聞かんでもなしでねあれしておったんだけども、僕は別の会社にゼネラル物産、三井物産にね大学卒業して入って、それで、東京にしばらくいたんだけども、だん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 九州の方の商売が、八幡製鉄ら戸端製鋼所を作り上げて、あそこに鉄鉱石を運んだあれだとか、石炭運んだ船がじゃんじゃん入るようになってね、うん、あそこの文字の支店がものすごくあれ忙しくなって、それでまあこちらでもいつも悪いことばっかりしてるね、あれ悪そう坊主だってこうやって、あいつをそのちょうど文字がね、うん、九州出身のあれだから飛ばしてやれって嫉妬されたんだ飛ばされちゃったんですか？うん、そうそうそう、それで あれやったんだけどね、もう東京駅でみんな送りに来てね、夜行列車で行くわけですよ、朝風号で、うん、はいはいでそれでみんなで万歳って言って、もう帰ってくんなよって、どうせ帰ってくることはできねえよって言うからまあ待て待てって言ってね、それで行ったわけですよ。で文字に行ったら、よう来たねって言ったわけで、それからちょうど船がね、八幡製鉄の戸端製鋼所ができて、鉄鉱石を持ってきた
から石炭を持ってくるような船がじゃんじゃん入るようになったから忙しくなってね。でその船に油を供給するゼナムさんの石油屋だから油を供給する担当、うんうんうん、本当にもうじゃあ、ソニー、まあ、その頃の東通行と全く関係のないところに生まれたもんね。全然東通行の関係ない、ええ、ちょうどその頃ソニーがですね、貿易要員募集というね、いやいや、募集をかけたんですよね。それをやったんだよ、ええ、だからあの時ね、親父から電話かかってきてね、おいちょっとこのウィークエンドに東京に出てこいっちゃうそれで何事ねっていうところにいやもうつべこべ説明しよったら電話料金ばっかり高くなるからお前ちょっと出てこいっちゃう。それでちょうど油屋で日ペリだよ。日ペリっていうのはね、日本ヘリコプターサービス、はいはい、そこにこの、うん、あれ売ってたから、ね、うん、あれをフリーのパスをもらってたんだ、ね、何枚かね、うんうん、でその頃は飛行機落ちるもんと思うからね、偉い人は乗っちゃいかん。で僕みたいなペッペが行くときはね、汽車に乗っちゃいかん。これ使いなさい。でちょうど余ったあれがあったらそれもらってさ。なるほど。で東京出てきて、なんかとねとか聞いたら、いや明日お前試験受けに行けって。どこにば。とら、いやソニーが高校しかじかでね、試験するって言って、うん、明日入社採用するあれがあるから試験受けに行けって。冗談じゃないって、そういうのが東通行って言って、東通行なんて町工場行ったし、こっちは痩せても枯れても大三井物産じゃないですか。大三井物産。うん、なんていけないって言って、こうお前ね、俺がもうやったんだから、まあ、ちょっといいから試験場に顔だけ出せっちゃう。うん、で、試験場に行ったんです。だからあそこの五反田じゃない、御殿山のところ、もういっぱいになるぐらい人が来てるわけ。ほうほうほう、やはりその英語で単価を切れる日本人も望むっていうようなことを言われたと思うんですけど、言うそれは宇野さんは英語で単価切れたんですか？切れっこないよ、そんなでもあれ広告にはね、ソニーって書いてあるの、英語で単価の切れる日本人を求むって大々的に、そんなの、その親父が見たんだけど、僕は見てない、その新聞東京で出たんだけ ど, ど、文字であるから出て、だけどね、言葉のことで恐れをなすことはないわけ、うんうん、でもその結果、そのソニーの海外貿易貿易要員の第一期生として入られたってことですよね、うんうん、そう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 。そこで、あなたのお父さんよく知ってるあれだけども、どうなって、いやいや、かくかくしかじかで親父が勝手に願書を出したもんだからね、試験受けに来たんで来る気はありませんからねとか言ってその時森田さんなんておっしゃってました？あそうかとか言ってね言ったけど、夜になって電話がかかってきてね、うん、いや真剣に考えてみないかねってこういう、うん、それでいやいや、もう今夜のあれで朝風号で帰りますけん、いろいろお世話になりました、お騒がせしましてすみませんって、うん、そうしたところが、いやよく考えてね、ここの会社町工場で小さいけどもね、面白い会社だし海外に出ようと思ってるんだから、あなたも海外出たい、そりゃそうですよ、いやそらね、こっち来た方が早く、物産もええ会社だけどそらね、物産で海外に行けるようになるより早く行けるよって なるほど、それも爽快なだけで、いつ潰れるかわからん会社ですからねでもそれで入社されて数ヶ月後に海外に実際に出張に行かれたんですよ、うん、それがアフリカだったっていうのをどこかで読んだんですか？そうで僕が入ってったのは入ってね、鈴木正吉さんがあれで、ああ鈴木さん、うん、はい、はい、それで行って紹介してね、こうしたら大河内っていう僕の後輩、大学の後輩なんで、それがおってね、うわ待ってました鈴木さん、もうねなんかできることだったら手伝うよって言ったら、もうお願いしたいのがありますって言って、うん、なんだ違う、このくらいつってね、これアフリカと中義近東から来た手紙でね、返事しなきゃね、誰も手つけてない、これだけはこれちょっとやってくださいって言う、クリーンアップしてくださいって言う、 OK、 で1週間ぐらいかかった、こんなんでバーッと整理してね、それで、あこいつは、まあ、僕の勘から来て、これは商売なら相手だな、こいつは単なるサンプルハンターだな、これはこれだ、それを分けてね、これこれこれこうこうなで、こうはこうで、俺の意見はこうだこうだこうだってこう見せたらね、鈴木部長で、その時、うん、鈴木、あの人がに渡したんで、これ私のあれ、うん、でこう読んでてね、でしばらくしたらね、突然森さんから電話があって、ちょっと来いって言われて、うん、でへえって言ったら、
お前のこのねすごい論文読ませてもらったって、うんうん、それで何ですかって、ね、いやこのアフリカのねあなたの整理した素晴らしい出来だっちゃう。おお、はい、うん、よう書いたっちゅうから、へえさん、いやまあ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 って言ったら、ところでね、今や日本でね、あなたが一番アフリカのことに詳しい、ついてはね、あなた自分でここまでやったんだな、ね、自分で行ってみませんかっちゅう、もうね、引っ込みがつかなくなって、その時から、今日ね、で、いいですよとか言って、2つ返事でやったら、いつ行くとか言って。でも1週間2週間後だにはでもその時代にそう簡単にアフリカにすぐ行けるような行けるいやもう森さんがよしって大蔵省に電話かけて、それであの旅費をね2000ドル、そうか外貨をね外貨の割り当てをもらって、2000ドルか3000ドルもらって、トラベラーズチェックにこうして、それで全部あのあれは行けるように森さんがやってくれた。それで行くことになって言われてからもう2週間後には僕はもうアフリカにおったからね。アフリカでやっぱ各国いろいろ全部回った。半年かかった。そんなに簡単に、ね、国々に渡れるんですか？いや渡れないわ。いやだからあのビザをもらおうと思ってね、東京から出るときにねみんなねビザしたら本国紹介なんだよね。3ヶ月かかる。あでもその頃植民地の国も植民地だから植民地のビザをもらおうと思ったら本国で紹介、で本国の英国の外務省かなんかに言わないか、で3ヶ月かかる、こんなの待ってられるかっつってさ、でたった一つね UAE の、 あのアラブ連合、はい、アラブ連合は独立したばっかりだから、はい、モストウェルカムだとか言ってこれこう来たから、あこれ一箇所あれ大丈夫だってでみんながね一箇所行って大丈夫だから大丈夫だよなんとかなるさってなんとかなるとこう言ってそれで一人で出かけたんだよ。その時代というと今だったらもう電話一本メール一本でその本社と連絡を取れますけど、その頃って言ったらもう手紙かなんか手紙書いたり本国紹介ってね、そこからその指示とか森田さんからの指示とかも受けながら動かれたんですか？いやいや受けないよだって届かねえんだもんもう俺が天下だ、社長だ、こんなたあれは楽しいことない、ああきっとそこでのその業績が認められてその後 やはりアメリカの方に、そうそうそう、で僕がアフリカ帰ってきたら俺の注文がアメリカを追い抜いちゃったそれは飲むよ、それ自分で行けば売れるんだよ、誰も行かない人に頼んでね自分でディーラーのとこ行ってねこう売るようなねことしないからいかん、いや行けんだその後のラジオに行って、んで売れてまっかっつってね、でその売れまっかっていうとこから始まってね、なしてですかなして売れるのかねとか言って、あそうかほんな超えれ売れるんじゃないとか言ってこうやってられて売れ出すんだよ。それやったことないだろあんた会社勤めてから、だからダメなんだようん、ああ目が絶対出ない、それやらんと。そうすると商売っていうのは人はこうやったら人物を買うなっていうの分かる、だから僕はもうすぐ離れ、なんか今のお話を聞いてると、うん、その森田明夫さんが最初にテープコーダーをなんかもう自分で持ち歩いていろんなところでっていう、うん、本当そのそのなんか考えとか、うん、スタイル、森さんもそうやったんだよね、うん、自らあっちが売れないこっちが売れないと言ってあれしてるわけ、うんうん、その頃アフリカで売ってる商品ってどんなもんだったんですか？いやアフリカはねラジオが、ラジオ売れ、トランジスタラジオ、いやトランジスタラジオなんてそれを僕が持ってったから売り出したんだよ、はいはい、ないわけだよ、ああ、うん、どこも作ってないんだから1960年にソニーはソニーアメリカって自分のところで販売会社作ったわけですよね、うん、で当時まあ日本のメーカーっていうのはほとんどこう商社とか代理店を使って売ってたんですけども、うん、やっぱり森内さんがその自分で売るっていうのはまさに自分でやはり自らこう自分ソニー その商品の考え方でそういうものをダイレクトに売っていこうというそういう思いが強かったんですかね。そういうのが強くなったのは経験で分かったんだよ、うんうん、誰も物産だとか商事は相手にしてくれないソニーなんて、ああ当時ね、そうだ、それしかなかったんですね、そうだよ、で現地の会社でね、うん、やったらこれをサンプルハンターっちゃう、うん、なるほど、サンプルだけもらったらさよならっていう声そういう人しかいないわけだよ、うん、はいはい、それで自分で何とかせないかんとこういうふうな、うん、あれおのずからなるわけね、はいはい、うん、それで執念があったんだよね、うん、森田さんがあの、ね、我が社の新技術の理念と価値を消費者へ直接伝える販売ルートを作りたいと、うん、かっこよく言うわけだかっこつきだそういうことよ、うんうんうん、で自分で行って売らないしょうがないと、
いうことで伊深さんと話をしたんだろうね、うんうん、それでもう私もアメリカのこと知らないかんとこうかねがね言ってて、うん、それでアメリカに行くと言って言った時にお前もついてこいとこうおっしゃる、うんうん、それで行った、うん、なるほど。それで正式に赴任されたのがあの当時ソニーアメリカ の, あのブロードウェイオフィスですよね。ブロードウェイ514番って有名なとこなんですけども、うんうんうん、その最後の頃に先ほど、まあ、あの、うん、言っていた腕木さんが着任されたと。ダウンタウンもザーッと下の方、ね、南の方ですよね。あんた行ったことある、あもう場所を 見に行ったことあります。あ本当か。ここがソニーの歴史的な場所だと。あのもう海の近いところだよね、うん、そうですそうです。もうほとんどそうですよ、うんうんうん、あそこで銃の女神が近い。あそこでね、うん、あそこでどのくらいおったかな。僕はもうすぐ外に出たからね、オフィスにいないでもう外どんどん歩き回ったから、あのオフィスには最初の2週間ぐらいはいたかな、うんうんうん、それからもう外ぐるぐる回ってね行くから、そだけどあそこでおったですよ、うんうん、2週間もうちょっとおったかな。ちょうどその頃あの5番街にソニーのショールームを作って、それはまだだいぶ後だよ。それは3年ぐらいあったですか。60年にソニーアメリカ作って、あのショールームできたの62年の、7月ぐらいって聞いてるのかな。そうかね、はい、ですから2年ぐらいあって、そう、うん、それで森さんもやっぱりあんなね514ブロードウェイって言ってね言ってた、うんうんうん、514ブロードウェイなんかいたってあの目は出ねえって言ってでこっち出てこない、少なくとも販売のところでショールームを探してね、うん、4747ヒフサベニューだね、うん、であそこの角をね、うん、たまたま出物があってね、はいはい、であそこを取ってそれでショールームを開こうというあれ、うん、その時はもう森さんがもっぱら自ら飛び込んでっていろんな話やったんね。うん、その場所っていうと本当にもうティファニーだったりカルティエだったり本当もう世界のトップブランドが行ってくるのはあそこよ。今でもそうなんだ。ロックフェラーセンターのところですよね、うん、ロックフェラーセンターからちょっとダウンタウンの、そうですね、47だからね、うんうんうん、僕はその頃あのたまたま学生時代ニューヨークへ行った時にですね、65年近かったんですけども、その5番街の日照橋を見てね感動しましてね、こんなところに日本の旗が広がってどこだと思ったら、それはソニーの初めてソニーって会社をそこで知ったんですよ。ああ、ええ、ああその頃まあちょうど宇野木さんはニューヨークで活躍しておられた頃なんですけども、うんうん、そういうその日本の旗をこう広めかし全世界のショールームをその後ロンドンのパリに作ってたんですけど、うんうん、そういう話は森さんはこう盛んにされておられたわけですか。うん、まあ盛んに、まあ作るからなって、あそれはええなと思それはもう我々の日常のせいあれじゃない、もうね森さんが一人であっちからこっちから走り回ってね、うんうん、それであれをものにしたんだよ、ね、うんうん、お前たちはもうフィールド行って売ってこいっちゃうから、うんうん、そのもうあのショールームはもう、うん、だからみんなで、うん、そのためにいろんな何人かも東京から人を呼んでね、であそこのショールームをあれやって、からドルデンバンバックっていうね、はい、あのそうそう DDB ね、DDB、はい、で、あの役に立ったのはその担当に僕をした。おお、あそうですか、はあ、であの有名なタミー TV とか あれ、ね、あれなどに最初からインボルされたんで僕。あそうですか、はあ、へえ、あれはね僕がやったって、まあ、そんなじゃないけどドルデンバンバックの DDB が一緒になって作り上げてね、うん、半年ぐらいかかって作り上げた、うん、あの広告なんその DDB っていうのはもともとフォルクスワーゲンのね全米の宣伝ですごく有名になって、それで森さんはこれだと思って DDB にそのソニーの広告をね出したいんだって言うんだったら最初断られたって言うんですよ。ソニーと一緒に行ったんだ。あそうですか、ソニーなんてもうダメだとなんだって言われて、そんなことない、あそんなことないですか、ドルデンバンバックバンバックに会ったんだよ、非常にナイスなね、あれでバンバックに会いに行った時に一緒についてったんだよな、うん、オフィスに。うん、じゃあもう森田さんが直々に行っても営業というか交渉森さんが行ってたんだよ。で、なんか知らんけどお前は俺のアシスタントだって、アシスタントなら僕は副社長ですかってバカ言えって言それでいやついても、うん、ついててついて一緒に行ったんだもん、うん、オフィスに。うん、でバンバックと話をして、うん、それでバンバックが あのいや森さんが
こういう具合でうちの会あのあれはね、something different, something new でね、はいはい、most advanced のトランジスタライズされたテレビをまで作ってね、これやるんだから、これやろうと。で、私があれされたのは、あなたの方にインプレッシブだったのは、あのフォークスワーゲンのね、うん、あのあれだと、うん、広告だと。そういう広告を秋尾さんはやりたいっていうふうに。そう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 。うん、それで我々もね、こういう広告やりたいなとこう言って、で森さんもね、いやーすごいいい広告だねっつってね。そのうちにやっぱり森さんもいろいろ考えたんだもんね。ソニーのやつもここに やらしたいんだけどって言ったら、それはここはやってくれたらあれですよって言う。で大賀さんだとかみんな加わってね、どうしようこうしようっていう話があったんだけど、よし俺が行くって言って、それであの DDB に行ったんだ。でバンバックにね、バンバックに面会持って行って、お前ついてこいって言って、で僕はついてったんだよ、うんうん、いろんなサンプルとか何とか持ってそれで話をしてやったら、いや我々の金がねソニーに注目してましたと。面白いで、あなたがそうおっしゃるならね、日本から来たトランジスタラジオはソニーだけのことをやりましょうと、ついてはいくらぐらい注文出しますねって言った。で森さんが、うーんね、あのハーフアミリオンって言って、これ以上やったら逆立ちで金がないだ、それではいくらなんでもね、スタモリさんこれじゃ足らんって言ってあ、そうですか。で、ほんのちょっともう一遍考えさせてくれって、はいはい、それで帰ってきて、うん、それでまた東京とやり取りしてなんか感化してね、75万ドルにしようって、それでもダメで、ありやらこれやら金をかき集めて100万ドルに、うん、で100万ドルってうちの DDB の広告の予算としては最低ですって。だって当時1ドル360円だからね、だから円に直したらすごい高いですよ、うんうん、75万ドルだって。それでそういう、それね、横で聞いてたら面白かったけどね。それでだからこうやって結局その時に始めたのは、100万ドルを向こうはミニマムで100万ドルをなかなか譲らなかったんだけども、はいはい、ま、あの DDB も新しいこういう、あの特にあの5インチのテレビね、そうマイクロテレビね、マイクロテレビ、ね、うん、これはやったら面白いと思うからといって、それでじゃあって75万ドルまで下がってきたのかな。それでソニーと折り合ったのかな。で最初に作ったのがタミー TV って。そうタミー TV、 太った人お腹にねマイクロテレビってこうやって喜んで見てる、あ有名な広告ですよ、ね、それの解説を僕はソニーに書いたんだ。あ、そうなんですか。森さんが割とこうそういう現場でね、そういうことをどんどんしながら、もうでもやっぱりこう非常にこう長期的なねマーケティング戦略とかもうしょっちゅう言っておられて、だからやっぱりその中で現地化も進めてきたと思うんですけども、うん、そういう中でやっぱり森さんのマーケティングってよく言われるのは、その消費者を教育するっていうかですね、例の有名な骨董品のあの、まあ、かっこよく言えばね、ソニーその、うん、消費者広告すると言うなんだけど、まあ、うん、まあそうなんだけども、要するに、うんうん、消費者に正しく、うん、あのこれの価値をね伝えることなんで、うん、そうですね、それはセールスなんだよね、うん、それを現場でやっておられてどうだったんですか。ソニーって、あ、日本って一般的にそのだって普通のセールスそうだもん、うんうん、だから別に変にも思わないしね、うんうん、もう当たり前だっつってさ、うんうんうん、それかっこよく、いやそういうことなんだよっつってね、うんうんうん、やってることはそうなんだ。だってあなたたち売るときにね、これあれしてくださいったら、この麦茶おいしいですよって、これ特別にあれなんだからねで、こう冷え方もいいし、こうやってやると健康にもいいし、あれだってこうやってこう、うんぬんかんぬん言うわけだよな、うん、これがセールストークだ、うん、でこのセールストークを正しい、アトラクティブなセールストークを言えるか言えんかがセールスなんよ、うんうん、1968年なんですけども、日本のそのテレビに対してですね、アメリカの EIA、まあ電子機械工業会って言うんですけども、それがその日本のそのテレビ、カラーテレビ全体に提訴したんですよね。これダンピングなんだと。で結局それがまあ71年になって、本当ダンピング容疑が財務省が認めちゃったんですよ。でソニーもね、当時は非常に高い値段で売ってたのに、ダンピングで一網打尽で引っかかっちゃって、
もうそれでダンピングデューティーというかダンピング払わなきゃいけないことになっちゃったわけですよね。巻き込まれちゃった。巻き込まれちゃった。それに対して森田さんはもう本当にものすごく反発されて、いやそれ言ったらまあ普通のその商品をよりもね2倍も3倍も高く売ってるのにダンピングとは何事だと。でもともと森田さんというのはそのアンフェアというかフェアプレーに対してね、非常にこう信奉してたわけですから、そのフェアプレーアンフェアじゃないかと、なんでこういう我々に対してねその一網打尽に全部ダンピングなんて言うんだということで、それからもすごくこうロビー活動されたんですけども、で結局最終的にソニーだけはねその74年にまああのダンピングじゃないよということになったんですよね。でそれも本当にもうソニーの本社もみんな一体になって頑張ってそこまで行ったわけですけども、ちょうどその頃僕が伺いしたかったのは、宇野木さんはねずっとアメリカに売られて、それでデポジションに出たね。デポジション出ました。あ、出られたんですか。出た出た、その証言ね、議会に僕はロシニーに呼ばれて、お前もう帰ってるかんで、そうなんです。そういうとこどう苦労されたかなと思って、そういう話を聞きたかったんですけど、まあそれは誰もできないから俺しかできねえって言ってさ、ええ、いやそのロシニーはそう言うから、ね、はいはいはい。それで特別に僕は日本に帰、日本におったのにニューヨークに行って、そこでデポジション何回も出たよ。それでやったやった、まあ、まあちゃんちゃんバラバラやってね、で向こうの弁護士とあれ戦争になったら、もうロシニーはすっかり喜んで、お前も世界一の嘘つきだなって、そのすげえ、ロッシーニさんといえば本当にもうソニーアメリカの初期から森田さんに本当に直接いろんなアドバイスをされた、いや顧問弁護士だよね。 あれ町の弁護士だったんだよ。それで安いからね、小売店のばっかりを見てるようなのを雇ったんだ。たまたまソニーがキューッと伸びていったもんだね、自分の給料も上がって商売も上がってくる。で彼はすっかりこのあれ見たもんだけどね、大物みたいに見えるけど、最初はね町の、あの顧問弁護士だった、でも彼がやっぱりモレスさんにアメリカでのそのビジネスね、の仕方っていうか、特にリーガルな面においてはアメリカってのも下手したらすぐ訴訟になってしまうんで、その辺をこう一から教えられたのはあのロッシーニさんということでですね、我々のロッシーニの言うことは本当聞かなくちゃいけないんで大変だったんですよ。そうでも彼の指導のもとに、まあ、ソニーっていうのはもう言うべきことをどんどんアメリカに売っていって、で後にはまあ例のダンピングの以外にも例のベータマックス訴訟だとか、もういろんなこう訴訟がもうユニタリータックスだとか起こっていったんですけども、まあ、それに対してやっぱりあのソニーっていうのは非常にこうリーガルマインドが強いっていうかね、世界に対して言うべきことはどんどん言うと、そういう点ではやっぱり日本の会社の中では非常にユニークだったと。これはやっぱり森田さんのそういう思想がずっとね会社の中でこう実践されていったというふうに私は思ってるんですけどね、森田さんから言われた、例えばその中でですね、一番なんかこう、これはさすが森田さんの言ってることってすごいなって、なんかそういう思い出ってあります？なんかセールスとか我々なんか森田さんがいろいろ薫陶を受けてですね、いろいろまあ教わっていったわけですけども、その初期に頃一緒にこう、特に僕が覚えてますのはですね、当時その五番街 の, そのオフィスに移って、ショールームの前のオフィスのところの話ですけども、夜遅くまでこうずっと現地のスタッフも仕事しておりましてね、で遅くなったらばそば の中華料理屋来飯店って聞いてますけども、そこにみんな連れてって、で森内さんがずっともうその時のいろいろ喋ってですね、スタッフも意見をやり取りしてると、まあたまにはな、そういうね、でそういうのをなんか夜更けまでやるんで、もう夜更けの森田講座っていうふうに、そうかね、その宇野木さんが書いておられたら僕が読んだことあるんですけども、そうだっけ、その時には森さんはどういうふうなことをこう、若手のスタッフに言ったりとか何やってたんですかね。何やろか何やろ、進路場所なんてもある、まあ一生懸命何とかしてね、あの自分の思う通り働かせようとしてるわけだよ。なかなかみんな動かんからな、いや一生懸命動いてるつもりだけど、森さんの行こう通り、なかなかあれだもんだ、森さんも一生懸命なってね、で森さんはその自分で自らそのアメリカに同化しようということをやられて、それでさっきちょっと宇野木さん触れてましたけども、ご家族を連れてね、でニューヨークへ移り住まれたわけですよね、これは1963年というふうに伺ってますけども、それで、それでもう本当に五番街の自分のアパートにこうアメリカのビジネスもしょっちゅう呼んだりとか、それぐらいその当時からですねアメリカ的なビジネスやり方を一生懸命勉強されたっていうのは、やっぱり森さん日本人じゃね、やっぱりそうだろう ね、 森さんやっぱりね、ああいうことするね、ええ、あのそれはね、それは自分の
会社であるということと人の会社の社長とは全く違う、うんうんうん、雇われ社長とねオーナーの社長だからな、うんええ、だから森さんはもうそれは自分の分身だからね、うんうんうん、だからそれを何とかして育てよう、その情熱は、うん、それは当然のことながらね、うん、やっぱり立派なもんだよね、うんうん、そういう点では森さんは本当に人を教育してその才能を伸ばすというかですね、まあことに非常にこう熱心だったですね。それも素晴らしいなと思ったのは、いや彼はね、うん、おそらく自分でそののね、うん、意図してやってないと思うんで、自分で必死になってね、そうですね、商売を伸ばそうと思ってる時にね、うん、あの話のわからんバカなこのボンちゃんばっかりだからね、なんとかして一生懸命教育してたわけですよね。それはあの現地に対してアメリカに対してもそうですよね。森さん非常にこう信頼されてましたよね。さっきネドルシーにもそうだし、アービング・セーガーだとかもいろんな名前初期の子出てますけども、うんうんうん、ね、いやだから それはまあみんなそうするんだからね、うん、まあアメリカ人な、いやその会社のアメリカ人のロイヤリティと日本人のロイヤリティといったらまたちょっと違う、もうちょっと日本人のあれかもしれんけどもね、もうねやっぱり森さんが必死になって自分でやってろうっていうことになるとインプレッシブだからね、極めて、うんうんうん、だからああ親父があんなに頑張ってんだからこっちもなんかやっぱり頑張らない、あ悪いなと思うわけよ、うんうん、そうですよね、うん、でその時によく言われてたのはやっぱりそのソニーはね外国のメーカーで、まあ、よくはやってるけども必ずしも一流の企業だって感じじゃなかったというふうに言われてた、言われてて、でやっぱりそのハーバードの出身でロースクールを出て、他のアメリカ企業トップだった人があのソニーのトップになったということで、また一つソニーの格というかですね、アメリカにおけるそのポジションがちょっと変わったというふうに外部ではもらえてたと言われてるんですけども、俺でもハーバード行ったんだよ、100万ドル、100万ドルかけてさ、ハーバードのアドバンスドマネジメント、うん、AMP で、これ卒業してんだな、いや、実はね、まあ、宇野木さんもそうだけども、タイミヤさん皆さん結構みんな送られてるんですよ、ソニーはそういうふうに海外にも日本からも行ったし、現地のトップやってる人も、俺最初にね送られてんだ、あの寄付したんだよ、あの格好をつけて、でハーバードに寄付したわけですよ。だからハーバードからね、あのこんなに寄付して、そのお礼にね、あのソニーのあれを一人入れていいよって言って、 AMP っていうの、アドバンスマネジメントあのプログラム、プログラム、プログラム、AMP、はい、それがあるんですよ。でそれのあれ僕は第1期生や、おお、それも第1期生ですか。第なるほど。でそれで あれをつけてね、あの後をつけて、次に僕の次にタミヤ君が行ったのかな、うん、タミヤさんも行かれましたね、はい、また100万ドルかなんか、だけど僕は一番最初行かされたんだ、それでハーバードに寄付したら、ハーバードからね AMP にね、日本のエグゼクティブ来てもいいとこう言われたから、誰が行かないかなってこう、森さん組、まああんたじゃろうなとか言ってね、あそこ行って話のできるのあんた、まあそうでしょうなって言ったならもうお前行けって、うん、で僕が行ってあそこ4ヶ月ぐらいいたな、前半と後半と2つには1年を2回って分けてね、4月から、8月じゃなくて7月までから、今度は9月からね12月まで、で僕は9月から12月までのところにね入って行かされて、その後僕の後だからタミヤ君が行ったのかな、うん、でもうそれは高齢になっちゃってね、その70年代ぐらいからソニーは本当にその日本人の人材をねこう仕組みされてるってことはその一環だと思うんですけども、まあ宇野木さんもそうですけども、スタンフォード西側にもですね結構料理留学されるとか、うん、あのその後ずっと連綿としてそやってますけども、最近もよくわからないですけどね、ソニーがですね、まあ、あの昔あのブロードウェイのオフィスにずっと、あブロードウェイじゃないや、5番街のオフィス、514ブロードウェイからその後5番街のショールームの前のオフィス47丁目でしたっけ、移られましたよね。森さんの部屋にその、うん、日本が生んだ世界のソニーと、
こういうふうに、書いてあって、うん、それでその墨で掛け軸だもんだから、うん、そのアメリカ人の人これって何て書いてあるんだろう、うんうん、よく聞かれて、それをですね、うん、翻訳を頼まれたその宇野木さんが困ってこれどういう意味だって言われたら、そうだなこれはなかなかそのむにゃむにゃ言ってるうちにごまかしたんだよって話を書いておられたんですけども、僕がすごいなと思ったのは、やっぱりその頃本当にそのやっとニューヨークにオフィスを開いた頃にですね、将来世界のソニーになるんだということもその頃からこうずっと考えておられたと。で現実それ実現しましたよね、うん、それで今お伺いしたかったのは、そのずっとまあ一緒にこうやってこられた宇野木さんがソニーがどうしてこう世界になっていった時のその一番大きな、なんですかね、要因というかその違いっていうのはどんなことだと思いますかね。それはもう極めてもう飯塚さんとあの森田さんのコンビネーションね、うん、これがね、うん、もう絶妙なコンビネーションが出来上がってね、うん、それでやっぱりそのあれがの望みがね、うん、志が高かったからよ、うんうんうん、本田だってそうじゃない。そうですね、うん、本田さんと藤沢さんっていう2人がコンビで、そう藤沢さんとコンビでね、はい、ええ、やって、うん、やっぱり本田さんのねあの情熱ね、うん、あれ藤沢さんがこう自分の会社だったからじゃない、His baby だもん、うんうんうん、ソニーは、うん、はい、そうでしょ、うんうん、だからねやっぱりオーナーじゃないとダメなんだよな、いろいろとあの、うん、刺激のあるお話もたくさんお聞かせいただきまして、はい、ありがとうございました。本当に今日はありがとうございました、うん、いい刺激受けたでしょ、こんなところボサボサしてないさ、うん、大変多分見ていただく方も、ね、ガーッと自分が儲かることをね、ありがとうございました、はい、どうもどうも、ありがとうございました。